You were directly at the camera. あ、カメラ。長谷さん、はい、はい。あの、安田さんが解放されたとことをどうまずお感じになりましたか。あ、やっぱり嬉しいですね。そう、なんだか勇気ジャーナリストですね、はい、そして彼の解放がよく考えてます。歓迎も しますね、うん。ペンさんはあの安田さんが謝罪すべきじゃなかったと、He should not apologize とおっしゃいました、はい、その理由について伺いますか。はい、so, 実は安田さんがジャーナリストの、うん、正しい方法で仕事をしました、うん、だから、so, 日本が民主主義国があればそういうジャーナリストがいっぱいが必要ですね、うん、and 時々危ないの場所にも何とか事故とかがあるかもしれないけど、But、それがジャーナリストの、本当の仕事ですね。なぜそういう危ないことに行くというと、やっぱり国民のために正しい情報、中立の情報が伝えるためですね。So、うん、so、そして彼がなんだか犯罪者でも間違いな人でもではないですよ、うん、彼が正しい方法、勇気で仕事をしましたと思います、うん、日本では安田さんに対してセルフリスポンシビリティ、うん、自己責任だという意見が、はい、バッシングがたくさんありました。それについてはどうお考えになりますか、うん、安田さんを批判する人々が、はい、ジャーナリズムの仕事を分からない人ですよ、うん、民主主義の本当の意味の分からない人だけですよ、うん、民主主義の、ジャーナリストの仕事を理解してない人たちだということでしょうか。その通り。そう、民主主義が、なんとか民主主義が必要なものが正しい情報、うん、なんとか中立独立したメディアが必要ですね、はい、そう、情報が政府から利益団体だけから来ると民主主義もその民主主義が、うん、なんか発展できない状況ですね。ラストクエスチョン、うん、アメリカではまあ、他の英語圏のイングリッシュの国でもいいんですけども、安田純平さんの解放はどのように報道されましたでしょうか。やっぱり多分彼が本当に解放するか、なんとか死ぬか、誰でも分からなかったですね。そう、彼がなんとか無事で解放できたものが大体の人々が歓迎しますよね。あ、そうですか。ありがとうございました。